だ。さあ、頼むぜ。頼むぜ。さあ、お、皆さん、頼むぜ。お、皆さん、頼むぜ。やったー、頼むぞ。しまった。よけどけ、娘、敵討ちじゃ。見ておけ。おじ上、このご無念は必ずお晴らし申します。やさん、頼むで。いや、待たれ。晴れの場所に縄助けは不吉でござ。おじ菅野六郎左衛門のあだの者を出会え出会え。あれほどおとどめいたしたに、やはりお気に入りではなかったとか。この世にただ一人の兄上に全てして、今後何を頼りに生きてまいりましょう。兄上、霊前悪はいかにもあれ。裕次郎、必ず中山安兵衛を敵と狙います。さあさあ、買いなさい買いなさい。今評判の仇討ち話。ところは京橋八軒長屋の住人。中山安兵衛竹には、おじの敵中津川夕飯以下十八人を、ちょんちょんちょんのバラリンズンと、ものの見事に切り捨てたり、さあ、評判じゃ、評判じゃ、買いなさい、買いなさい、さあ、買いなさい、買いなさい、さあ、さあ、買いなさい。さえ、君、中山安兵衛殿は、高田の馬場において、敵十八人を、ことごとくただ人たちで仕留めたとのこと。あればこそ、そこをいずれも安兵衛殿を召し抱えると、それぞれ人を走、手ずれを求め。高度の人物、欲しいの。いや、その、中山安兵衛は娘八重の婿に決め申した。ご老人、ご老人、うるさい。手しゃべる。ご老人、さようなでたらめを。誰がでたらめを申した。手たらめは敵が嫌いじゃ。ご老人、それではあまりに心臓が。心臓の強いのはわしの自慢じゃ。ああ、このご安心くだされ。
でに婿引き出物も済んでおりますれば。いい、住まわしがよいの。今どきの若い者はまどろっこしくて見てはおられません。のう、岡の宇治、竹林殿。高山安兵衛、竹常は、おじの仇、共に天をいただかずと、かけること二里十三丁、高田の坊にて十八人を斬る、そうなるかな。剣を握る者の喜び、これに超ゆるものなかるべし。定石剣を取って、親しくお伝授下された先生のおかげです。いや、我が門から貴公のような人物を出したこと、わしは嬉しく思う。休み。飲む。は。あたりで中山安兵衛殿のお宅ご存じないか。はい、この奥ですよ。この奥か。ナイスナイス、うるさいやつだ。不在でござるぞ。ババア、おいババア、おいババアはおらぬか。やあさん、なんだ。うるさいな。おいババア、これを鏡を抜いて伸ばすから追いかしてくれ。よいさ。何本だ。そんな怖いじゃねえか。それに近所隣の子が虫を起こしたらどうすんだ。ダメだよ、いくら来たって。おじおじおじわかってやるか。
あいつはかかあで、俺は亭主。そうすると亭主はかかあより。偉いんだぞ。亭主関白を知らぬな。知らぬの？はい。酒の味はまた格別。やっさん、やっさん、なんだ、もうブインブインとやってきて、もう大丈夫だよ。そりゃよかったな。あのね、やっさん、本当に飲ませてくれんだろうね。おお、飲ませると思う。長屋の衆、みんな呼んでこい。みんな呼ぶのかい。うん、そうか。じゃあもう今時期呼んでくるわ。おい、ババ。なんだ、おかずがねえが、金持ってるか？金？ないよ。おかずがなくちゃうまくねえな。そうだね。仕方がない、そのしごきで何か買ってこい。これだね。あいよ。いいか、長屋の連中呼んでくんだぞ。やってんだよ。この方がよっぽど気楽だ。勘の話なんか、まっぴらまっぴら。早く言っといてよ。はい。おい、ボクさん、何言ってんだよ。あのね、ヤスさんがね、ちょっと飲ませてくれんだとさ、うん、でね、これを持ってって、うん、で、うなぎを買っといで。うなぎを、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 中口だよ。うなぎ、バカ野郎、ぐずぐずしないで早く行って買っといでよ。はい。はずして、おしつかね、お前さんね、あの、長屋の人をみんな呼んでくんだ。はい、いいか、ヤスさんが振る舞いだって。はい、いいか、大酒だよ、はい、早く。俺はうなぎが食べたいぞ。うなぎ、ああもう来る自分だわね。もう開けてる。お前は用がないの。はい。ダメか、立派じゃった、立派じゃった。いや、それに殿には一日も早く貴殿の顔が見たいと言って。いや、それがしはいずれに限らず痴漢の日や。いや、それでは約束が違う。すでに中山安兵衛は
東の跡目相続と。いや、この庭はご満足じゃ。誰がそんな約束を。覚えがござろう、あの高田の馬場の決戦の右。はい、あの説は大いに助かりました。いやいやいや、あ、礼には及ばん。礼にはあれ以来貴殿と拙者は親、安兵衛は取りも直さず浅野家のものだ。とんでもない。何を証拠に。娘八重のしごきが何よりの証拠。これこそ堀部が貴殿に送った婿引き出物。何、婿引き出物。やった。ああ、ただいま。あのな、やった、あのしごきがね、高く売れて、ほらこのおしっとぶきやろみが今頃帰ってきやがって、どこをうろうろしやがったんだよ。はい、わしは昔から一切金は跳ねないからな、なやさん。いや、こりゃ話せるな、大いに話せる。婿引き出物を釘屋に売るとは、こりゃ話せるわい。俺の負けだ。その代わり注文がある。こう、第一位、愛用の赤座屋を撤回せざること。よろしい。第二位、長屋の連中に大変世話になった。月1日15日の両日、いくらかの金品を賜ること。よろしい。第三、感情の発するところこれを行う。原稿を請求せざること。よろしい。第四、たとえ親子となりたるも中山康兵衛を名乗ること。何、何じゃと。重ねて言う。たとえ親子となりたるも中山康兵衛を名乗ること。渋々ながら承知じゃ。どかしゃい、どかしゃい、どかしゃい。高山安兵衛殿は、浅野藩、堀部屋兵が射止め申した。何、浅野藩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 、あの、藩主の、浅野藩。みんな、よそが偉くなってるのに、しみりしやがって、なんだろうな、元気出せ、本当に。
さんが、あのおじいさん、なんて言ったの？堀部のクソ親父だよ。堀部さん。堀部さんとやらへ、婿入りなさるについては、これから先、うちで会ってもだね。安さんだの、ずる安だの、のんべ安だの、喧嘩安だの、心安く言っちゃいけない。知らない人で通るんだよ。心配。心配。わかったか。え？わかったらよし。安さんを景気よく送ってやろうじゃないか。よし。安さんのために結局やってくれ。あ、やろう。よし。まだ見えるか。バカ者。旦那様、あのお嬢様。向方のが見えられた。しばらくどうぞ、しばらくお待ちください。せっかくの祝日の時刻を拙者酩酊のあまり失念いたし、いらに行きゃ。
るよ。おお、やった。嫌になったらいつでも帰っといてよ。中山、安兵衛殿、理事官に長屋で約束してたこの集体は何事でござる。それは何、そのやえやえはおらぬか、両人女中どもはおらぬか、こら何だその泣き顔は何じゃな、みっともない。こうおしろいでもつけてきれいにしなさい、きれいに。でも、旦那様。バカ者、その女に何が用がある、当たり前に。なんだからだね、こうおしろいでもつけて、紅でもつけてきれいにするのだというの。何で、大島のお客様が。お客なんだ、ほっとけ。どうでもいいわ、バカの目。いやー、そんな無言や。はい、お母さんは、はばかりながら、赤穂藩の堀部さんのところへご用した。人間、何が幸せになるかわからないもんだね。中山氏もいよいよ堀部の人回りのところへ養子に来られたそうじゃ。だが心臓の強いじじいにはかなんて。しかし安兵衛殿も定めしあのクソ親父には脳を焼かれることじゃろう。はははは。おやくらこのじ、おはようございます。わしは何も聞かなんだぞ。いずれ明日向こう安兵衛を引き合わせます。申し上げます。何じゃ。国表よりご城代様お見えになっております。おお、太陽が見えられたか。これは珍しいことじゃ。中山殿が来られたら行ってお教えに会おうかな。拙者もそれが楽しみじゃ。いや、拙者もそれを楽しみにしてるのじゃ。頑固やんね。とうとう金石を射止めたな。じい、一日も早く見たい。明日は待ち遠しいぞ。それどころではない。今日は十五日だ。長屋の連中が待っていよ。
ました。いつでもすまないね。みんな喜んでるんだよ。おい、長屋の衆、ヤスさんがお金持ってきてくれたよ。おい、早くおいで。おい。ありがとう。おー、ヤスさん。あんたの奥さんは別品だそうですな。あ、いやいや。何しよう。連中で赤目を刺すなんて、こんな礼儀知らずだ。詳しいものだぞ、案外。それに、浦和の杯は小さいからと言って。酒は大杯で飲むに限る。だ遠慮なく、つがしゃれ、つがしゃれ。なるほど、浅野子は噂以上のご名君、いずれを見てもご立派な方々ばかり。それがこともあろうに、この中山安兵衛にきつご就寝。いやはや人間至るところに生産ありでござるて。誰なの？はい、中山康兵衛様。何？中山康兵衛、避けてるな。頑固親父め、昨日の話の通り。いや、掘り出し物、掘り出し物。このこじつきではかかしもつけもたん。
消灯を抜きなさい。立派なお覚悟です。今後一生懸命勉強してください。拙者はご存知かもしれませんが、ただいま堀部の宅におります。武士の魂を足げにして申し訳ありません。差し当たりお困りでしょう。どうかこれを。これでも席の間ごく一本杉ですよ。いりません。仏に情けをかけられるくらいなら、私は今日から刀を捨てます。むしろ町人になった方がマシです。いや、撃たれる者より撃つ者の方が幸せです。その日の一日も早く来ることを安兵衛は心からお待ちしております。兄上、裕次郎には到底敵討ちなどはできません。本日の不始末は、お茨城ってお詫び候こと。一つ、朝夕藩校に仕えて64年、いまだ人物の鑑定は誤らざるつもり。たとえ堀部家を廃絶するとも、中山姓をそのままにて、中山姓をそのままにて、安兵衛を相続、お引き立てお願いのこと。八重、嫁。はい。娘、八重に頭を乗せ、夫、安兵衛に仕えるべし。ただそれのみにてかぬ。父、堀部、八重、お父様。父上のご心情、安兵衛竹常、もはや中山姓を固執いたしません。分かってくれた。お父様。父上、噂に聞く朝の子はご名君のよし、罪は中山安兵衛にこそあれ、ただ今からの堀部安兵衛にはなきはず。今一度我が君へおとりなしのほど。話話話中山安兵衛竹常こと、この特別のおぼし召しをもって楽府堀部屋兵と同じく200石馬回り役に列せらん。ありがたい。安兵衛殿、お互いに良きご主君をいただいて幸せでござるの。
の時よりもこの方がよく似合うよ。ええ、そうそうそう、その勢いだよ。お待ちください。はいよ。もよく似合うよ、まゆちゃん。赤くんの大将。私は自慢じゃないけどね、昔からこの借りたものを払うのが嫌いなんだよ。いつでもいいよ。そうかい、すまないね。あばよ。おい、金がねえよ。あれはこの度特使御経王の役ご拝命相なりたりに、これが後日夕食の貢献役では高家筆頭平光介の助吉仲ないよ。ないからないんだよ。でも毎日は上手だから困るよ。困るって言ったってないものはしょうがないじゃないか。ああ、やさんどうしてんだろうな、本当に。どうせもらう金だ。もらいついでにみんな、やさんに会いに行こうよ。行こう、行こう、行こう、行こう。出ちゃいかん。やさんだ。達者で暮らせ。大将、お得意の殿様が大変ですね。平様といえば大
参ったお得意様だからな。今よりもなお我はまた樽の名残をいかにとやせる。太夫、君父の仇は共に天をいただかず、もちろん復讐を。ああ、この太平の宮に復讐などとはもってのほか。でも太夫。黙れ。それに平殿の後ろには米沢豆腐のついているのを忘れたのか。黙らせ。でに、なっては致し方がござらん。各自、おのおのの道に進まれた。のりへの、のりに魚はかくるとも、まどかわせみの虎でやむべき。太夫。休め、行け。江戸へ。米沢表より小林平八郎以下30人無事到着。右お取り次ぎをこう。お通りください。参ったか。ひら殿。庭の菊が満開ですな。お疲れ様でございます。貴様は何だ。平様出入りの高文と申す高屋でございます。ヤスさんがいなくなってそこ代に答えるよ。それはそうと、ヤスさんは今時分どうしてたろうな。
つでしたな。うちはいつもの八百屋でございます。おう、おいつもの、おう、おう、やい、あのいつもの八百屋が参ったぞ。例の場所で重大会議。うん。あの。これはお休みでございます。ありがとうございました。見た向こう。お嬢さん、今のは在所の友達です。お嬢さん、大工と生まれたからには棟梁が精魂を打ち込んで作った吉良様の絵図面とかが見たい。でもあれはお父っつぁんが。大石殿も緊急入居あり、これまでに確実に手に入れるべき条項2つ。まず第一に、吉良家絵図面。心苦しいだろうが、これは岡の叔父、全力を挙げて入手されたい。さらに第二、吉良殿在宅の確実なる当日、少なくとも1回前に判明できれば上々。殺せられよ。米沢をもってより小林平八郎以下30人、吉良家家人として上京したぞ。野川か、立派か。何の意向があって拙者に付け立ったか、わけを言え。わけを言えんか。いけまちだ。え、言わんのか。言わんのかと申す。なんだよ。昼中からとんがらかっちゃいけないよ。おや、珍しい、やっさんじゃないか。あ、
や、やっさん、やっさん。ダメだな、行っちゃっちゃ。おい、小変木。お前たちがタダになって行ったってね。あの人に勝てるもんか。あれは、高田の馬場で、18人をちょんちょんと来た中山のやっさん。何？待て、アクロリー、俺でやすべ。またきは。喜んでくれ。今夜あたり絵図面が手に入るかもしれんぞ。そうか。おい、俺には貴様の苦しい気持ちがよくわかるぞ。ありがとう。ごめん。おい、噂を聞いたか。すごい腕だというじゃないか。何をだ。小林平八郎だ。何？小林平八郎？おい、どうした？貴様知ってるのか？いや、俺は知らん。お前の時は何者だ。俺に言わせて、竹津にやられた。そうだ、そうだ。時林は、まだ帰らんのか。ん、お次の。お、新人だ。ここにもいませんぞ。何、いない？赤穂の痩せ浪人ども、そう遠くは行くまい。それ飢餓の奴らから命からがら逃げてきた。よかったな。よかったな。おい、うまくいったな。おい、いくら町人に姿を変えてもダメだ。十代総伝のこの顔形が承知せん。おい、まんまんすると大臣が水防に来すんぞ。
おい、ヤスレ、どうした。俺も今日、この顔を見破られた。何？これでヤスベ竹常と見えるか。これやる。俺はきっとやるぞ。赤穂の痩せ浪人どもいくらいたばたしたところでわしが米沢へ参ったれば手も足も出まえ。畜生。うまくいきましたか。これを手本にして国へ帰り、いい大工になってお嬢さんと幸せに暮らしましょう。これはめでたい。まず第一の難関突破。頼むぞ。おい、何じゃお前は。あっち行くのか。行け。大将。毎日毎日キラ様からお酒の注文が大変ですね。うん、いいお得意さ。何しろ100人近くいる上にまた米沢から付け人が30人ほど来られたのでな。大将、キラ様のご門官。お、あ、今晩は休みました。せっかくですがもう寝ましたよ。うるさいな。おい、小僧。おい、小僧。え、そこを開けてはあげ。おい、みんな、奥へ入って寝なさい。に使っていただきたい。何も
聞かずに使っていただきたい。花向け、これでお許しください。いよいよお別れが近くなりましたが、せめてお別れまでに一度ぐらい茶の会を。いや、このままのお別れは心残りですからな。では13日、いや、この14日にやりますかな。スカート、うん、拙者万象を繰り合わせてもご参加いたしたいが。いや、この14日、間違いはありません。待て、おい、貴様は誰の許しを受けてここへ入ってきた。当家御用の佐賀軍と申す佐賀屋でございます。おい、佐賀屋？おい、お前はこの間の八百屋だな。いいえ、違います。おい、貴様は赤穂浪人堀部安兵衛だな。いえ、決してさようなもんではございません。この通り、ご当家の門官も持っております。今日初めてお伺いしましたもんで、ついに血も間違えまして。何？バカ！貴様が堀部安兵衛であるかないか、この小林平八郎の目をごまかされると思うか。おい、貴様は赤穂の犬だな。いえ、違います。おい、クリア。なぜ黙っているか、なんとか言え。言わんか、こいつ。おい、なんだ、堀部安兵衛は貴様のような化け物ではないわい。我慢せずと早く行け。あ、先生。お殺してきて吉良上野殿の在宅当屋は12月14日。あ、先生。おや、茶の会神明にかけても先生、剣を取って50年、御門の名にかけても。安兵衛、
かるでないぞ。何？間違いはあるまいの？は、12月14日。これが現場の労を取ること1年猶予。もし万一のことあれば一概。しかと。は、12月14日。大丈夫か？うん、大丈夫。
がいるぞ。そんなにいない。間違いではありませんぞ。おう、断じて間違いではない。いいよ、しかし。あ、抜け穴だ。待って。小林平八郎だな。何？三つの屋の酒屋を覚えてるか。おう、やっぱりそうだったのか。何？ありがとう。